こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、本当に寒いですけど、はい、大丈夫ですか？はい、まあ体はなんとかなんとか大丈夫ですか？ねえ、全然大丈夫です。この間団長京都来てたでしょ？あ、来てましたよ。生配信チラッと見て、あれ団長来てると思って、兄貴の中川兄貴の春樹ちゃんのなんか聞き手役みたいなのやってて、そうで見て、お団長いると思って、うん、で終わった後とかこう軽く飲み行ったりするかなとか思ったりしてさ、めちゃくちゃ電話しようか迷ったんだけど、はい、なんか寒くてもう我慢できずいやでももう本当に電話する寸前まで行って、でもこれ団長はそのね、生配信やってたからそのチームで飲みに行くかみたいなことを逡巡したまま、うん、本当に10分かな、10分間結構悩んだよなあ。結構長いですよ、10分って。10分って結構でしょ。うん、普通8秒ぐらいですからね。で終わってすぐ、あ、電話しようかな、いやでも待ってよ、飲みに行くかみたいな、でも私明日何もなくないしみたいな、うん、うわ団長京都来てる、京都来てるんだったらちょっとこうせっかくだしご飯でも飲みにでも、うん、でもこれめちゃくちゃこのチームで行ってる可能性あるよな、どうだろう、で結局電話せずだったんですよ。で10分迷ってでしょ、うん、10分迷って知りたくて、うん、それがその、はいはい、その時誘ってたら来てくれたのか、うん、それとも、その世界線のね、その世界線 の生配信、そうそうそう、生配信のチームで行ってたんで伊勢さんお誘いは嬉しかったです、でも行けなかったですねみたいな、どっちなんだろうなっていうのがめちゃくちゃ知りたくて、はい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 、答え教えてください。あの10分後僕も帰ってました。え、すぐに大阪にってこと？はい、そうそうそう、もう帰る時間、あ、そうなんだ、そうそうす、帰っちゃってたんだ。もうだ特に行こうかもなく、なく寒寒っていう感じでえ、じゃあ石田が誘ってたら、いやいや全然もちろん行ってましたよ。行ってくれてた。あ、天一でしょ？天一じゃないな天一じゃないけどまあ、飲みにかなそれは。え、でもまあでも泊まるとこないしなとかすごい思ったりした。でももうなんか京都で飲んでるんかな、泊まってるんかなぐらいのちょっと思ってたん。確かに、まあ何などね、そのできるんでね、京都知り合いも多いし。誘ってた方が良かったってことね。そうですね、誘ってたら今頃寒波もなくなってるかもしれない、その世界線のバタフライエフェクトで。マジでそんなことで、うん、俺が団長誘ってたらこの寒波なくなってた、そういうことによって、うん、うーわー、めちゃくちゃ迷ったんよ本当に。いやー難しいとこでした。難しいとこやったないや、なんか団長から連絡来ないかなって携帯見つめてたりもしてたしね。ああ、石田さんどうですか、うん、と。石田さんどうですかって、今中川さんと取り切ってるんですけどと、取り切ってるんですけどいやそれやったらいかんけどな誰も飲みに行ってくれないんですよみたいな。ああ、いやもうさっと終わった感じやったんで。あ、そうなんだ。はい、はもうじゃあ帰るかって感じで、はい。はるきさんもなしね、そういうのも。はい、じゃあねって。そうっす、もうアイスっていう感じの。アイス、バイチャ、バイチャで、バイチャ、うん、んちゃっつってうちゃあられちゃんで、あられちゃんでもうそのままおぼっちまんくんとあられちゃんで帰ってったって感じです。そうか、そうでした。小林さん、
とかと言ってるからみたいな、見たなって感じだから、うん、小林とかもやし、ヨーロッパの人とか久々に生ヨーロッパを見たなと思いました。いやだから絶対飲みに行ったりするだろうなみたいな思ってたんですよ。ああまあでもそんなことなく、そうか、やっぱ中川さんも体力を温存したんじゃないですか。いろいろ撮影とかあるからねあの人ね、うんうんうん、今うわいや俺ねこれね最近本当に悩みどころでさ、うん、聞いてくれる？いいですよ西田の悩み、はい、この後輩を誘う苦悩、うん、はいはいはい、うん、ご飯にねこう行きましょうよって誘うのが、うん、めちゃくちゃドキドキするのよね。あーそう、ここに来て、うん、ここに来てなんかのいやーなんかどういう感じやろなみたいな、なんか無理じゃないのかなとかさ、まあ、この今の時代のね飲みに誘うのがパワハラだっていうような確かにありますから、コロナのこともあったりするじゃない。うん、気にされてる人は気にされてるでさ、なんかこうそのもうそんなないのかな、夜の街にあんま行かないみたいなのはないのかな、もうどうなんかな、あんまりないか。うん、いやなるほどね。でもありがとう、もう積極的に誘えばいいね。これは結局そういうことです、積極守備積極攻撃です、やっぱり。いけない時はいけないっつって断るもんね。別にそうです、もうスタンプで無理です、スタンプだけ1個で。スタンプ1個で一回します。スタンプ1個はやめてほしいな。でもまあそれぐらいの方が逆にいいってことやもんね。そうですね、うーん腹立つけどなスタンプ1個やったら。あなるほど、ミスったな、戻りたい、うん、あの頃でしょう、あの、うん、あの時間。そうなんよ、いやそうか、いやめちゃくちゃ悩んでたんですよね。あれこれ団長来てるんか京都にみたいな、ねえ、まあ一回誘えばいいか、まあ、僕は楽しく、うん、俺ラジも終え、そうですね、はい、元気に、なんかそのラジオでも、うん、もうなんかいろいろリバー狩りの話したりとかいろいろして、うん、リバー狩りね、そうそうそう、撮影いろいろ大変ですよ本当に。あいや、ね、そのもう寒いね本当に、うん、寒いし雪だよ結局ね。京都は雪だ本当に、こんな雪降ってたっけっていうぐらい。でも去年もめちゃくちゃ雪降ってたらしいね、うん、僕さその去年のすごい雪降った時に京都にいなかったんですよ。ああ、なんかそんな時あったな。でいやこんな雪その久しぶりやな、10年に一度かみたいな思ってたんやけど、うん、どうやら去年もものすごい雪降ってるみたいで、うん、毎年なんや。毎年なんよ京都って。そういえば、うん、そういえば、いやでもこんな車無理なぐらいでも積もったのは久々じゃないですかと思うんやけど、うん、まあ、その全国的にそうとか、そのね10年に一度の大寒波みたいなんで、うん、そういう風になってるみたいやけど、うん、別にちゃんと寒波でちゃんとやっぱもうなってるみたいよ。去年もなんかすごい大雪降ってて、ほんまに全然覚えてなかった、ね、僕去年は京都に。いやなってるみたいよ本当に。SNS で見たもんそれを。僕はあの10年ぐらい前の大晦日、うん、カウントダウンの時に死ぬほど雪降ってて、うん、はい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 、でもタクシーがあのツツーって市役所前滑ってんの見た記憶が最後です。僕わかる、大晦日カウントダウンのいっぺんありましたよね。もうどういう雪積もった時に、もうすごい時あった。でちょうど僕らも出て、うん、僕も出てる時で、それすっごいの覚えてる。
ヨーロッパハウスになんかあったじゃないですか、おせち食うとかノリがなんか、はい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 、ありましたね。あれで KBS 京都からホールからあのヨーロッパハウス帰るまでもどうやらいことになってたなっていう記憶が、うん、あったな、雪の中のね、あれ以来の感じでしたけどね。まあ雪なんか降ってるんやろうけど、あんなアイスバーンみたいになってんの、まあね、その状況はちょっとあれかもわかんないけど、でも相当降ってるっていうのは去年もね降ってるみたいなんでね。まあまあ去年あれかな、俺家出てなかったからわからんかったんかな、家におって。まあそういうことあるよね、そういうことって。一歩も出てへんからニュースも見えへんし。そうそう。まあまあもう本当にお気をつけくださいとしか。いやそうよ。いやですね、医者さんも気をつけて、寒いと風邪いくからね人は。いや本当にね、体だけは、うん、冷やすのが一番良くない、体は絶対温めた方がいいらしいんで、うん、確かに。あのすごいヨガやってる知り合いが、うん、体冷やしてええこと一個もないって真顔で言ってたからいや一個もないんやと思って、一個ぐらいあると思ってたけどなって思ったけど、はい、いきましょう、カクテル恋愛相談室。なんだっけ、ソウルフード、ソウルフード、皆さんソウルフード教えてくださいなんですけど、ね、ちょっとメッセージ少なめで、はい、すみませんね、ソウルフードないんじゃないですか、ないですか、はい、すみませんね、なんか、はい、みんなマクドナルド食ってるんじゃないですか。あでもそれいるだろうな、マック、うん、ソウルフードですって人、確かに。でもアメリカじゃないとちょっと許されへんけどな、それは。でもね、なんか家の父親がマック経営してて、思い出の食べ物とかやったらなんかあるかもしれんけど、うん、ね、なるほど、行きますか、お願いします。デルタ、デルタさんありがとうございます。寒波襲来、寒波到来、そちらは雪が降ったようですね、こけたりしないよう足元気をつけてください、ありがとうございます、はい。私のソウルフードは林のコロッケです。近鉄の奈良の近鉄郡山駅前にある、ああ有名なコロッケ屋さんなんですが、子供の頃からずっとおやつに食べてきたコロッケで、胡椒が効いていてちょっと他にはない味なんです。駅周辺にはいつもコロッケを揚げるいい匂いがして、学校帰りの学生さんやら常に数人並んでいるので、いつ行っても揚げたてのカリカリです。私は特にコロッケ、ハムカツ、フランクフルトのフライが好きで本当によく食べてました。うわいいな。このメールを出すのに調べたら昭和28年からやってるそうです。あら、うわーすごいすごいね、1953年からってことかな、すごい。すごいね、よく昭和をすぐ変えれるね。僕が58年前やったんで、58年なんで昭和。あーなるほど、30引いたってこと、ぴったり30引いたら言い方だけやね、超簡単です。なるほどなるほど。帰省した時買いに行ったら、たまたまお休みで食べ損ねたと思ってたら、そのことを誰にも話しなかったのに他県に住む弟が次の日コロッケとハムカツ、フランクを買って実家に現れ、ナイス弟と思うとともに、やっぱり我々兄弟にしっかり刻まれているソウルフルだよねと思いました。書いてるだけで食べたくなっちゃったってことでございます。ねえ、いやでも有名っすよね、ここ。あそうなん、うん、むちゃくちゃ有名っす、郡山駅のコロッケさん。食べたことないな、うん、僕もないけど、食べてみたい。確かにハムカツとかね、でも俺ハムカツにはうるさいからな。ハムカツにうるさいの？ハムカツにもうるさいっす。ハムカツそんな、いやあのこだわりある？もうほんまこれは、うん、一つあって、ほうマジでそのもうこれはもうね、僕はもう口調汚いですよ、これはもう僕クレイジーやと思っておいてください皆さん。な、何？あのねアホが、うん、そのもう良かれと思って、うん、ほんまアホが分厚くしがちなんですハムカツ。おう、熱い方がええでっしゃろの、ほうほうほうとんかつとかみたいに、その分厚い方がええでっしゃろで、なんか分厚いハムカツやりがちなんですよ。ハムカツなんてもうペラペラがうまいんですよ、ハムが。ハムね、あはいはいはい、あの、うん、ハムがふんと薄切りハムがいい、分厚いやつなんて、その薄い、そのなんか昔のコンビニのサンドイッチのハムカツみたいなのあるじゃないですか、薄い、はい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 、あんなんがいいんですよ。でパン粉が分厚い
ハム薄いのが美味しいのに、うん、アホがもう中熱いのがええわー言って、ぶわっついのをやりよるから、おー。誰が喜ぶねんってなって怒ってるんですよ、その僕。あー。うるさいな、確かに。うるさいでしょ。ハムカツってでも、俺、分厚いイメージやったわ、それで言うと。いや店で食べるハムカツって。そうなんや。なんだろう、あのハムって。なんか分厚いハムだよね。そう、あんのもそんなん別にあるよ。合成ハム、バツバツ切ってるだけよ。じゃそんなもんね、薄したええねんて、っていうね、その。あのいわゆる薄切りハムでいいってこと？あの薄切りハムを揚げてるのがいいってこと？ああでもちゃんと、うん、なんもそのもう縁が赤いその合成ハムみたいなあるじゃないですか。縁が赤いやつね、あの、うん、ね、あの本当そのプレスしてあのロースハムを切ってるとかっていうよりもなんかロースハムっていうよりも、もうプレスしたもう本当言い方悪いけど、ね、真っ赤なウインナーみたいな、うん、そのちょっとジャンクなハムあるじゃないですか、なんか本当合成のハム、うん、もうあれがいいんですよ。ほえはいはい、もう分かってきた。はい、あんてかもう雑なこと言うと、うん、あんなもんをちょっとでもええ風に見せようとすなよっていうその、うん、もうそれはもうちゃんとそのジャンクはジャンクで作らんとそのおかしなるんです世界は。じゃあその居酒屋さんとかでハムカツあったらじゃあ頼むんや、うん、結構ハムカツすごい好きなんですよ僕ハムカツが。ただなるほど、もう居酒屋のハムカツなんて大体もう分厚くしとるから今はーい分厚いねんっつってよかれ、なんかもう分厚いハムカツってアホが書いてるんですよ、もうアホがアホすぎて分厚いハムカツって、それ見た瞬間にもうほんと、うん、もう出ようってなります僕は気持ち的に。いやあんま食べたことない、そのそれでいうとハムカツでその薄いハムカツ、いやもう薄いのくどし、それこそそれこそなんかあのちっちゃい時のなんか商店街とかに売ってるその肉屋さんのハムカツが薄かったんですよ僕すごい。ああるねそういうの。そうそう、もうそれなんす、やっぱそのプレスハムっていうか、なんかもう安っぽい、もうそれがもう油のやっぱね、石田さんが言ってたら油中毒ですわ、油がうまいから結局うん、はあ、ハムカツあんま頼まんな、アジフライがあったら必ずアジフライ頼むけどね。アジフライも美味しいけどねすごい、うん、全然違う話やな、うん、全然違う話やった、そんな感じですよ。ハンマあのハム、でも分厚いハムカツ好きな人はもちろんいいよそれはそれで。あ、まあ、ハムカツたるもの薄くあるべきだと。いやほんまそうですよ、ほんまにあのコンドームとハムカツはああ薄くあれと薄くあれとちょっとまあ言葉が過ぎたようですけど、はい、いやそう過ぎてるなくだらないことを言ったなって思いはちょっとゾッとしましたけど、だらねえな、はい、そうなんです。あそうですか、はい、0.01 ミリ目指してほしいです私は。ちょっと 0.01 はい、はい、おはー相模ハムカツね。相模ハムカツ、はい。相模の。相模ハムカツちょっと期待します。はい。はあ。待ってます。ちょっと伊沢さんもぜひ分厚いのと薄いの食べ比べてほしい。いやちょっとハムカツちょっと気にしてみるわ、うん、今後。うん。そうね、ハムカツは頼まんかもな。そのなんか石田さんの記憶が分厚いのだけやったらもう分厚いのがハムカツって刷り込まれてるからそんなもんやろと思ってる可能性があるのよ薄いの食ったら世界変わるからあそう、はい、そうね、ハムカツ分厚いイメージやな。でそんなんやからその頼まんなってなるんすよ。あのスパムぐらいの分厚さあるイメージ、スパムの スパムぐらいね、スパムの前それはもうね、それはだいぶねもう特分厚ハムカツやけど、うん、でも確かにまあまあ店によって違うやろけど、あんぐらいの、ね、あんぐらいの気持ちはある、確かにそれぐらいのイメージや、うん、それはほんと良くないハムカツです僕から言わせると。あそうですか、はい、もう薄いのがいいんで、はい、それはちょっと知りませんでした、失礼しました。ぜひハムカツもちょっとはい行ってみますわ、はい、うん、薄いハムカツの店見つけたらもう教えてください僕にすぐ。わかりました、
あそこ薄かったぞっつって。さあ、それ僕はソウルフードに住んで、はい、分厚いとこはもう全部バツ。怖いな、おい団長、それこそ団長飯連れてって、あ、ハムカツあるっつって、うん、もしそこのハムカツが分厚かったらもう、いやもうあの店の床にタンツバ履きます僕、ペッて。で店変えましょうっつって、店変えましょう、ヤシ変えましょうっつって、ヤシ変えましょう。すいません本当に、じゃあちょっと調べときますわ、はい、すいません、ちょっと急にハムカツにうるさいやつなんで、すいません。いえいえ、楽しい時間でした。では行きましょう、はい、次メッセージ、まあ2件なんでラストなんですけども、ラスト、はい、はい、エリリン、エリリンさん、ありがとうございます。石田さん、男女さん、京都はすごい雪のようですが、転んで怪我などしてませんか。いやありがとうございます、大丈夫です。はい、トークテーマ、ソウルフード、やっぱりたこ焼きですかね、うん、おお、なるほど、大阪か。この間も夜ご飯で作りました。ただ実家にはたこ焼き器があるんですが、私は持ってないので卵焼き器で作りました。ほうほう、たこ焼きってお好み焼きと違って、粉液でいいかな、粉液、粉液でいいかな、シャバシャバなので、うん、卵焼き器だとひっくり返すのが難しいのですが、なんとかうまくできました。すげえな、見た目はたこ焼き、あ、見た目はたこ焼きの形ですが、ソースはマヨネーズ、かつお節かけるとなんとなくたこ焼きに見えました。大阪なので、大阪人なので、私のソウルフードはたこ焼きですって言いましたが、実は宮崎名物チキン南蛮が一番好きです。宮崎でチキン南蛮の発祥の地と言われているレストラン小倉で食べたチキン南蛮がめちゃめちゃ美味しすぎて、いまだにあれを超えるチキン南蛮には出会えていません。また食べに行きたいな、エリリンより。へえ、発祥の地があるんだ。はい、で確かにあの手作りのなんか卵め、なんかたこ焼きっぽい写真とチキン南蛮がありますね。ね、お写真送っていただいて、うわ、チキン南蛮うまそう、はい、ご飯洋食屋風で来るやつね。チキン南蛮ってうまいよな。わかる、大好きだな、チキン南蛮。めちゃくちゃうまい、チキン南蛮。これもビビるよね、甘辛いあのタレ好きだな、チキン南蛮の。ちょっとこれもちょっとだけうるさいこと言っていいですか。どうぞ。チキン南蛮つって、はい、頼んでやっぱワクテカするじゃないですか。はい、今日は南蛮だぜってなるじゃないですか。なるね、うん、そのもう、まあ、何が違うねんって言ったらそこまでなんですけど、たまにマジであの唐揚げに、うん、唐揚げにその甘酢とタルタルかけたやつ来るときありません？そのそれこそ飲み屋とかで。いや、そのいいんやけど、その確かその何が違うって言ったら答えれへんけど、なるほど、唐揚げの甘酢タルタルだけやなっていう、このなんかなるときないですか。そうね、飲み屋のね、チキン南蛮はたまにあるんですよ、そのね、一枚肉、そうそう、チキンの一枚もも肉、そうそう、それをこう切ってね。そうなんですよ、縦にこう切って、そう並べてほしいよね。そうなんですよ、うん、唐揚げにはしてほしくないね、確かに。そう、マジで、あん、た、うん、飲み屋でほんまたまにあるんですよ。あるね、あれあれっていう、まあ、食べやすいけどね、あれはあれで、もちろんもちろん、ちょっと違うかもね。うん、チキン南蛮って言ってもあかんで、自分ってなると、なんかその自分、いや、店長に言ってる、それ今、そうですね、店長、店長名指して言ってる自分、ちょっとシェフってなってますね。いや、わかるよ、めちゃくちゃわかりますよ、はい、それはもう正しいと。それでがっかりする時あるんです、なんか食うけど美味しく、食うけど食うけど、うんうん、あ、チキン南蛮うまいな、美味しい、ほんま美味しい、ご飯何枚でも食える。いやー、ビールいける、ビールもいけるってことは、ビールいけるから、なるほど、タルがうまいんだよな、カルは食いたい、チキン南蛮。なんかさ、私最近さ、はい、すごい食欲旺盛でさ、おお、まあいいことやけど、うん、いいことやけど、めちゃくちゃ食うのよ。それ、そのリンゴ効果で、そのなんかやっぱ胃腸が良くなってんじゃないですか。いや、そうなんかな、うん、ちょっと食いすぎかなっていうぐらい食うのよね。なんか、うん、なんか、なんやろ、
部活終わりかなぐらいのっていうか毎日が、うん、18、17、18ぐらいかなぐらいの感じで、あ、もうおひつでご飯食いたかった時ぐらいの。おひつ、いや、おひつ持って、まあ、あ、でもそっか、それで言うとそこまで食ってはないか。でもビール飲んだりするからな。ビール飲んで米食ったりするからな、最後。あー、締めて飲んべえですね。うん、うん、結構食うなっていうぐらい食う時あるのよな。あー、なるほど。いや、まあ、いいことなんやろうけど、まあでもその分ちゃんと動くというかね、カロリーを消費しないと。いや、それがね、ちょっとあんまり動けてないから、うん、それでね、ちょっと心配っちゃ心配。まあそこまでね太ってはないんやけど今、うん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 、めっちゃ食うんやけど俺、なんでか知らん。さあ、そのボタンあったらねいつでもオフにしてあげますけどね。知らんやんな。うん、すげえ食うよ。オフやったら押してあげますけど、うん、見当たらないですね。今度だから一緒にご飯食べに行ったらびっくりすると思うで、うん、一緒さ食いますねみたいな言うと思う。ああ、そう、前福岡行った時はそうでもなかったよ別に。そんな、え、あれでしょ。でも俺あのあと一人で行ってるからね、うん、あ、そうか、言ってたな。そう、ラーメン食いに行ってるからね。確かに山ちゃん行ったよ。その頃からちょっとあったんや、石田さんの食べ、そうそうそう、食べたい疑惑は。なんかね、わんぱくになってきてんの、この年になって。43にして。逆にいいじゃない。そのもう、でも43になってしょぼしょぼなって、いやもうお茶漬けしか食えへんわ団長って言ったら僕心配よ。え、なんか、うん、その酒井さんがめちゃくちゃ食うのよ。お、少年ですね酒井さんは、うん、いやいや若いなみたいな、私も食細くなってきてこの辺ダメやわみたいな思ってたよね。うん、そう、去年ぐらいはすごい思ってて、酒井めっちゃ食うなみたいな、はい、うん、なんかねちょっと負けてられへんなって思い始めたんだ俺も。何の対抗心か分からんけど、うん、すげえ食うのよ俺。いやでもやっぱ動物、生き物やっぱ食べれんくなったらもう終わりですから、やっぱその弱ってきますから、まあ、そうだね、うん、胃腸、ね、はやっぱ大事ですから、それはいいことです、うん、それからまるまる太ってきますよ本当。どう団長は食べてる？で、その僕は本当もう、うん、信じられへんぐらい食べてますね自分でも。まだ入んのかっていうぐらい、うん、そう、ほんとゾッとする。むちゃくちゃ腹いっぱいになったのに肉まん2個ビールと食ったりするから、うん、狂ってるなと思いますよ。あ、ごめん、俺全然食ってないわ。あ、そう、もうそれ聞いたら今ちょっと肉まん2個。東京で僕立ち食いそばむっちゃ好きなんで、いろんな立ち食いそば行くんすよ。大体まあそばと、うん、あのセットじゃなくて、セットのミニカツ丼じゃなくて、うん、デカカツ丼と食べるんすよ大体。はいはいはい。もう普通の単品カツ丼とそば食うんすね、天そば。はいはい。でお腹いっぱいじゃないですか普通に。うん。その後あの、うん、肉まん2個とあの揚げ鶏をセブンイレブンで買ってビール2本飲んだりします。で夜食べ過ぎたなって思いながらすやすや眠るっていう、そのまあいい、まあそうですか、全然、ね、ごめん、小食でした私。年相応の、年相応でも本当に、はい、ただあの石田さんはでも食べてるよ、多分石田さんがわんぱくで、うん、うん、僕はあの本当医者に止められるやつです。あかんやつです。あかんやつね、はい、わんぱくとかじゃなくてね、じゃなくてあかんやつですけど、あかんやつ。ちょっとでも今度飯じゃ行って石田食うなっていうとこ見せたいな、ね、あ、ちょっと見ましょうかね、うん、それは箸止まらん、箸止まらんなみたいな、うん、まだ注文するんすかみたいな、俺食えないっすよ、まだ注文するんすか石田さんって言わせた。いやー、俺人生それ一回も言ったことないな。 あマジで、マジで言わしてくれるんかな、うん、俺はいけるけどやめとくみたいな。あ、そうかそうか、はい、まあでも俺一人でも、うん、行くでみたいな。
俺ずっとそっち側の人間やったからそれ言ってみたいな言ってたやろ何ちょっと言ってみたやろそれ。うん、今度言わせるわ。じゃあ、うわ楽しみです。マジっすか、もう一件っすかみたいなまあ、ラーメンっすかこの後みたいないや言いたい。言ったことない。言ったことない。言われたことはしかない。そうやろ、はい、自分わかんでって言われるぐらい食いすぎやでっつって死ぬでそれを 言わせようかな。石田さん何しますよみたいな。もうそれ以上フードファイターですやん楽しみです。はい、カメラ回ってんすかもう隠しカメラ探すぐらい、うん、おもんないおもんない後輩やけどそれやりましょうそれ、はい、楽しみです。いきましょう。トークテーマ、はい、どうしようかな、どうしようかな。あなたの健康法でいこうかなあなたの健康法を教えてください。はい、はい、といったところで今週以上です。ちょっと長くなっちゃった。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。 Love FM Podcast。 Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。 Love FM Podcast。